はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 R です。アイワリミザルキミンのパートの8かな、よろしくお願いします。さて、前回前々回とね、壮絶なダークムーン戦となって、いや、ようやくねダークムーンを倒して、このどこだっけ、ここムーンサイドかに来たわけなんだが、どうしようかね。ここまでね、枝豆ビーンズとロケットパンチと全く活躍できてないんだけど、まあ敵がね出てこないからあまり活躍の必要もないんだろうけど、で問題がさ、ニョキニョキマウンテンが終わったのにまだステージ3なんだよね。若干の不安が残ります。さて、じゃあこの部屋から少し探索していこうか。うん、左にはいけない、右にもいけないか。このステージはどういうことなんだ、この鈴は何なんだ。うわ、そうか、一応そうだね、プロテインだね。あ、相変わらずのエラー、またファイルをいじくりましたよと。これさ、いちいちこのセーブのたびにファイルをいじくんのめんどくせえんだよな。まあどうせカットしてるからさ、いいんだけど。さあ、やっていこうか。やっていこうかっていうか、どうすればいいんだろう。この鈴に当たり判定があったから、鈴にちょっと攻撃を食らってるね。ロケットパンチ。あ、待って。ロケットパンチ効かねえぞ、こいつ。え、ロケットパンチって何の意味があるの？枝豆ビーンズは当たらねえ。こりゃ活躍の場見込めねえな。じゃあとりあえずこの鈴をちょっと打ってみよう。あ、一応クリックしてみようか。あ、特にクリックはできないと。了解。なんかこの背景にあるさ、木の中の、なんだろう、なんか木の実みたいなやつがあるけど、あれが関係してんのかな。そんなバカな。これはまた別の意味でやばいで。なんでエラーになったかちょっとわかんないから、ちょっとまた、お、これで少し離れて、ぶつかっでエラーになったのかな。てかこれ どうすんのこれ。避ける？避けないとまずいよね。よいしょ。よいしょ。OK。あれにぶつかってさ、エラーとかちょっとたまったもんじゃないんだけど。よいしょ。じゃあこっちも同じように。OK。お、なんか出たね。なんだ、絵画ですか？これ、でもこれもなんとか避けないと。よし。よし。じゃあ、この絵の中に入ってみようか。ほい。うわぁ、ちょっと何？ボス、鈴子。ちょっと。嘘。まだボス戦が続いてたってこと？ちょっと。なるほど、あのダークムーンは中ボスだったってことね。あら、どうしよう。ん？なんだ？あ、え、またこっからちょっと勘弁してくれよ。お、よし。オッケー。どうしようかこれ。ちょっと、だからこう。ちょっと待ってくれよ、俺。これ無理だって。なんか、まだなんかコツはあるんですか？ちょっとこれ、しばらく死なないといけないよね。で、今回なんか左上の方に数字が出てるんで、このボスは多分時間制で、あ、しまった。まあ少し、やっていけばいいんじゃないかな。逃げ惑ってても敵がやっつけ
勝手にね死んでくれるんじゃないかと。あえてまたね当たり判定がよくわかんねえな。これ鈴のどこにあんだ。3、2、1、これで OK。 あ、やっぱダメージ入ってるね。おお、なるほど。今回の敵はもう避け戦ですね。ひたすら避けて避けての繰り返し。そうするとまあアンチの探し方だよね。おっと、どこに避けるか、まあ、どこに避けるかというよりは、まあ、第1段階第2段階とやってって、まあ、どこに貼っていくのがいいかってことだよね。まあ、まずはこの下で、まあ、お茶を濁してればいいんじゃないかな。結構当たり判定が緩い感じなんで、まあ、なんとかいい。最初の方は3、2、1でこれでなくなるから、次だね。どこに貼っていればいいかちょっと分かんないな。あー、これはでも時間がもうちょっと OK。 おっ、次はあと1回。おおおおおおお、やべやべ、ちょっとなー、これ難しいなー。え、うっそ、これ避けるとこなくね。ちょっと待って待って、この鈴子さんに攻撃できんのかな。まあ、もうちょっとね打ち込んでみようからね。1、よし、ここだ。あ、うっそ、あの消えていく弾にも当たり判定が残ってんのか。あれなんで消してくんねえかな。 OK、 ここでロケットパンチ、意味ねえ。まあ逃げるだけだよねこれやっても。1、0、 OK。 うわっ、ちょっと気づかなかったけど、あれ反射されてなんだ。面白いね。面白いけどさ、困ったよ。どうしよう。このステージっていうか、この部屋か。この部屋は特に意味ないのかな。なんかヒントとかありそうな気もするけど。この台座か。空中に浮かんでる台は、まあ、少しボスのステージと一緒だけど、このなんか木の実、木になってる実、鈴なのかな。こういうの意味あんのかな。なんか下にいると打ち方が変わるとか、上にいると打ち方が変わるとかっていうのがよくわかんないんだけど。でちなみにこの鈴を打ち終わるとね、今みたいに右か左、部屋の移動かな、マップの移動しようとすると、まあ空中に放り出されるっていうね、同じマップの、まあ、バグだかなんだかちょっと分かんないけど、まあ、別に気にしないでやっていこうと思います。3、2、1、もしくはあの鈴に当たり判定が当たる。あれ今さあ、まあ、ここまではいいよね。で今わざと、ああそうだな、上に逃げよう。上から順々に下に向かって逃げていこう。とりあえずそういう作戦で次はやってみます。よし、次うわ、
これどうやって避けんの？何秒？ 10 秒か。10秒。少なくとも3、4発以上は、ねえ、レーザー状の、帯状の鈴光線が出てくるわけだろう。きついでしょう。危ない危ない。でっかい鈴、画面外にフェードアウトさせちゃうと効力がなくなるんだよね。でっかい鈴が爆発しなくなる。画面外に通り過ぎちゃうと消えちゃうんですよ。それをだからちょっと利用していければいいかなとも思うんだけど、利用ってだってどうすればいいのかな。あとね、このオレンジの鈴は意外と当たり判定が小さいんだよ。で、緑がかなりでかい、当たり判定が。よし、ここだ。ほい。どうですか？この危険極まりない動き。結構これがね、うまくいったりするんでいいんだけど、ここだよね、次。どうやって、この帯をどうやって避けるんだ？例えば上から下にジャンプして飛び降りて避けるとしても、このうねうね動いてる鈴がある限り絶対それは無理だから、今みたいに走り抜ける必要がありますよね。やり過ごして、とうとう。で、これでまあ真ん中に絵が出るんだけどさ、で、ここでマップを変えようとすると、この中央に飛ばされる、まあ、仕様か、バグかわかんないけど、そういうことが発生するんだけど、これ、もしかしてこれマップが変わっ、ああ、そういうわけじゃないのか。あ、でも待って待って。あ、ダメか。今さ、鈴が出て、さらに、まあ、絵も出てたっていう形になりましたよね。もしかしたらもう一回これ鈴壊すと何か起きるとか、そういうことなのかな。ちょっとこれ終わったらそれも試してみたい。うん、いろいろやってみないとね、分かんないからさ、なんか絵の種類が変わるとか、なんか分かんなくてもね、ありえるかもしれないですからね、そういうことも。よし、こっからだね。よしよしよし、 OK。 あー、うまくいかない。あと3秒。難しいね。じゃあちょっとさっき言ってたみたいなことをね、小細工をしようと思います。よし、この場面まで持ってこれた。意外と難しいんだな。にしろやとうとう。で、これでまずね、片方を吹っ飛ばす。で、まあ、やり過ごすと。で、もう片方の鈴を壊すと、まあ、何かが起きてくれたら面白いですよね。何も起こんなきゃ起こんないで、まあ、ボスに挑みに行きますけど。3、4、どう？うん、何も起こんないか。それもまたよしですね。はいはい。まあどうしようかなって話だよね。で、ちょっとまたね、ヒントがないかと思って説明書をもう一回見直したんだよ。そしたらね、このステージ3にもなんか、まあ、ヒントみたいなのがあって、ある地点でループを繰り返していると、てんてんてんって、まあなんだろう、ヒントメモ帳の中に書かれてたんですよ。なんで多分、ここでしょうは、このある地点っていうのが多分ここで、ここのループを繰り返していると、まあ、何かが起こるんじゃないかと思うけど、どうかな。一応、まあ、10回くらい繰り返して何も起きなかったら、まあ、ループの場所はここじゃなかったということになるかな。でもな、ここ以外にないよね。まあ、他にも別にループ地点作ろうと思えば
もちろん作れるんだろうけど、何も起きないかな。もう10回ぐらい回ったよね。もしかしてあれかな、この鈴も破壊しないといけなかったりするのかな。あ、くしゃみが出そうだ。お、びっくりした。ちょっと待って、くしゃみして一息ついたら、だからマジびっくりしたんだけど。ここはなんだ、戻れんの。あ、戻れ、あ、しまった、無言になってしまった。びっくりした、あ、死んじゃったよ。今のは何だったんだ、別のステージみたいなとこだったよね。どうしようかな。まあいけたはいけたでいいけど、あ、でもやっぱボスだよね。まあもしね、今のままじゃ倒せなくて、今の変な隠しステージみたいなところ行って何か大事なアイテムを取らないと、まあ、勝てませんよとか、もし大事なアイテムを取ってそれで有利にね、ゲームが進められますよっていう話だったら、そっち言ってみてもいいんだけど、どうしようかな。まあ、もうちょっとね、やってみて、どうしても勝てないと、今の俺の実力では勝てないと、で練習してもちょっと難しそうだっていうんだったら、まあまだね、その選択肢がある分そっちに行ってみてもいいかもしれないですね。まあなるべくこのボスとね、一応戦って勝てるようにはしたいんだけど、でまあ弾がね、こうやって打っても反射されるんで、まあそれでもダメージね取ってんじゃないかなと思って打ったんだけどさ、ダメなんだよね。全くダメージが入ってないっていう。うーわ。よいしょ。OK。よし。よし。逃げるぜ。あー。勝てねー。なあ、ダメかな。なんでもなんかね、集中力って感じじゃないんだよね、今のだって。集中してても今のは多分見えてなかったよね。まあぶっちゃけ何に当たったかもよく分かんなかったしさ。おっと、よいしょ、おいと。これをさ、だからこうやって横に避けながらね、ジャンプしながら進んでいくわけだからさ、これは難しいって。ひどい。まあ、あとできる限りね、4、3、ここの2、1、0の時点でここに、ちょっと、うっそ、今残ってないって、消えてた、当たり判定ないって。今のはひどい審判だ。よいしょ、まあ、ある程度自分に向かって鈴もね飛んできてるんで、こうやってぴょんぴょん跳ねてさ、場所の調節とかすればある程度避けやすくなるんだけど、まあ、そこまでする必要もないんだけどさ、最初の段階では。よし、ほい、よいしょ。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。よし、これなら2段階目は避けきれるでしょう。よし、ではね、ここだね。おい、早く打ってこい。なんで打ってこないんだよ。サービスか。おお、危ない。よっ、あ、できた。オッケー。あ、違う、ここで油断しちゃダメなんだ。ここで最後に打ってくるから、しっかり
かり避けないと。うっそ、くなんでここで嘘だろう、なんでちょいジャンプできなかったんだよ、今なんで押し込んじゃったんだからもう。なかなかなかったぜ、今の運は。超今ラック、運を使い果たしたのかな、もう。ちょっと今日はもうダメだ。これはひどいよ。こんなの、絶対おかしいよ。